阪神・淡井和夫球団社長、60が6日、岡田前監督が就任した新設のオーナー付き顧問の役職について、野球全般、タイガースのことについてご支援いただく、ご助言をいただくことをお願いしています。編成に直接関わるのか、とか、GM 職なのかということに関しては、それは直接は関わりません、と説明した。 契約期間は3年間だが、自由に動いていただこうと思いますので、どういうところを重点的にやっていただくかっていうのは、その年の状況によります、とした。ああいう性格でらっしゃるんで、じっとしてられないと思いますんで、結構動いていただけるんじゃないかと思います、と協力サポートに期待していた。